はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト。今週は新宿京王寺住職多賀井寛照さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今週は、ね、多賀井寛照さんとおしゃべりをしてまいりましたが、今日が最後となります。最終回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう話は尽きないでくて、たくさんこうお坊さんとしても学ばせていただきたいことまだまだあるんですけど、なんか、まあ、最後 でそれだけいろんなご活動と、いろんな人とのこう接点、そしてまた、まあ、昨日の話にありましたけど、ご祈祷なんかを通じて、その深い悩みとか、その今の人が本当のところどういう世界観とか、あとは人生を生きているのかっていうようなところに結構触れていらっしゃる機会が多いと思うので、その寛照さんの目から見る、現代とか、その今の世界とか、あるいはもうちょっとそうですね、時代の空気感とか、なんかその辺、まあ、思うまま、お話ししても面白いかなと思うんですけどね。僕最近の自分の中のテーマは静かな時間、静かな生活っていうのが自分の中のちょっとテーマ、特にこのコロナになってから自分の中のテーマにしてるんですけど、静かな時間、静かな生活っていう、うちのお寺の正面のところに階段があって、階段上がってこなきゃなんないんですけど、はい、足の悪いおばあちゃんとか階段上がるのが大変で、階段の下でよくお参りしてる人が多いんですよね。あるいはわざわざ上がってこなくても、まあ、本堂正面に見えるので、そこで手合わせてる人多くて、でその人たちになんかお坊さんとしてメッセージ出したいなって言って、階段の下のところに看板出したんですね、幸せレッスンっていう、あ、書いてましたね、はいはい、あれ日替わりなんですよ。毎日出してて、毎日言葉変わってて、で毎日、掲示板みたいなものですね。そうそうそう、で毎日動画アップしてんですよ、Facebook とかに、で初めは看板だけだったんです。で一番初めにやったのがね、4年前かなぐらいにやったんですね、はい、その時に幸せレッスンって今日の一言説法ってなんちゃらかんちゃらって書いた、出しといた、そしたらお昼過ぎぐらいにピンポンって女の人がやってきて、はーいなんて出てったら、すいません、幸せレッスン何時からなんでしょうかって言うわけですよ。え、あれね、一言説法って言って看板だけなんですって言って、キョトンとした顔して、何か特別な、なんかレッスンがあるわけじゃなくて、言葉を聞いて皆さん自分で考えていただければって、ああ、そうなんですか、みたいな。で、また一週間ぐらいしたらまたピンポンって言って、また別な女の人来て、幸せレッスン受けたいんですけど、いや、そういうレッスンをやってるわけじゃなくて、みたいな。みんなこんなに幸せになりたいんだっていうのが、まだコロナ前ですから、みんな確かに経済いいわけじゃないし、暮らしやすいわけでもないかもしれないけど、こんなに、こんなに幸せに生きられるはずなのに、みんなこんなに幸せになりたいって思ってるんだ、幸せっていう言葉にみんなこんなに敏感なんだってその時に思ったんですよ。で、いやこれどうなんだっ
ってそんなに幸せになりたいのみんなって、うん、何が幸せじゃないわけって、うん、まあ、それがあのずっと残ってて今でもずっと毎日毎日あの懲りずにやってるんですけど、うん、あのコロナになってからあの動画も初めは看板だけだったんですけどコロナになってからもその解説であの動画をつけることにして毎日まあなんだかんだやってるんですけどまあお参りにひょこっと来た人とかもねあの生のハピネス鑑賞さんなんですねみたいなえ何それって言ったらいつも動画見てますとか言ってあの動画見てるからなんか初めてじゃないような気がしちゃって気軽に声かけちゃってごめんなさいとかとか言われてあ、 ありがとうございますって私もあれ見て毎日幸せになってますとかって言われると ありがとうございますって言うんですけどやっぱりみんな幸せになりたいんだなってでもちょっと幸せを求めすぎてんじゃないかなっていう、うん、あの気にもなっちゃって、うん、あの特にコロナになってあの、まあ、どこにも出かけられないしあの仕事も大変だあの収入も大変だっていうのはすごいあると思うんですけどなんかもうちょっと僕たち静かに生きられないかなってその何か足りないものを埋めに求めていくんじゃなくって、まあ、仏教的にはねあの樽を知るなんてね ありますけどまあ、そんな大それたことじゃなくてなんかもうちょっと静かに毎日を生きればいいんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、あの東日本の時にやっぱり電力制限があったじゃないですかで新宿も本当に薄暗くてでもだからってなんかすごいあのみんなが不幸のどん底になっちゃったっていうかなんて言うんだろうなあのその新宿が暗いっていうことだけでね、うん、あの電気を落としただけでなんかもう先真っ暗になっちゃったみたいなことより暗くてもやっていけるんだっていうことに僕なんかそんなにこんな高校と照らされなくてもいいんだっていうふうに思うとなんか電気もそのもうちょっと暗くてもいいかなとかあの特にあの僕どっちかっていうとあの夜仕事することが多かったんですけどあのそんなに仕事がなくなっちゃったんで夜そんなに起きてなくてもいいから、うん、早く、ね、寝るようになったら早く起きるようになっちゃって、うん、朝いいねなんて、うん、こんなに静かなんだと思って、はい、早く起きれば起きるほど静かじゃないですかそうですねで絶対、まあ、朝の4時頃とか電話鳴らないし、うん、あのピンポン訪ねてくる人もさすがにその時間はいないからお参りには来る人いますけど、うんうんうんだけど訪ねてくる人もいないからなんかすごくゆっくり静かにお経をあげてて、うん、あなんかあお坊さんみたいだなお寺こういうのいいねなんてだからあのコロナで大変な部分はたくさんあるんですけど、まあ、一つもうちょっと静かに暮らそうっていう静かな時間を持とうっていうのが、うん、なんか強引にできたような気がして、うん、でそういう風にしていくとなんかそんなになんか求めていかなくてもいいのかなみたいなね、うん、なんかすごく求めて幸せだけじゃなくていろんなものを求めて僕なんかずっとこれじゃダメあれじゃダメってずっとお坊さんやってきて、うん、もっともっとお坊さんとしてのクオリティ上げなきゃとか、うん、もっとこうしなきゃとか、うん、もっとなんかできるんだろうとかってずっといろんなことを求めてやってきたところにコロナがあってふとあのいやお坊さんこそそんなに求めなくてもいいんじゃないかなってちょっと思ったところがあるんですよね、うん、で今まで自分に全くなかったのはやっぱり静かな時間ですよ。おお確かに確かにこうあれもこれもいろいろやっていますねっていう、まあ、住職さんでも実はやれていないのはいろいろやっていない時間を持つっていうことをやれていないっていう、うんうんうん、本当に、ね、あの最近ねあの羽田の飛行機の、はい、あの航路が変わったんですよね。あるらしいですね。そう、うん、でねここの2階の窓から南のとこを見ると夕方ね飛行機飛ぶんですよ。それをねぼーっと見てるのがねなんかすごい幸せでね
1分半か2分おきぐらい、3分まで行かないと思うんですけど、飛行機あのが見えるんですよ、どんどん順番に夕方暮れゆく空を見ながら、うん、ゴーってね降りてく飛行機を見てる。ただ見ててね、別に何か考えるわけでもない、ただぼーっと見ているのがね、ああもう夏もそろそろ終わりに向かって進んでるんだなみたいなことを思うとね、なんかこんな風に思ったの何年ぶりだみたいなね。なんかあれですね、その仙台さんのお話があったじゃないですか、その境地に今度近づきつつある。そうだから僕が見てた仙台さんの年齢に、いわゆる中学生とか高校生の時のその仙台の年齢になってきたわけですよ。そうですね、ちょうどだから、あそうかと思って、仙台さんはそういう生活をしてたんだっていうことをなんかね、あのただ淡々と早起きしてお経をあげて、あのご飯食べて、でお墓の草むしりしたりね、人が来れば話して、でご祈祷も当然する人だから、祈祷もして法事もしてお葬式もして、ああこういう生活をしていたのかってちょっとなんか最近ね、分かってきたような感じもしますけどね。でもなかなかこういう都心のお寺にいると静かな時間ってなかなか持てないし、特にうちなんかはあのまあコロナなければ結構頻繁に あのお参りの人も来るし、御朱印もあったりするし、それはそれで楽しくはあるんですけど、なんか静かな時間を持つっていうのがこんなに貴重なことなんだなっていうことは今回あの初めてなんか体験したっていうのかな。本当ですね。いろんなあのほらこの間あのゲスト南直哉さん出てて、あの恐山も僕毎年行くんですよ。あの毎年あの、まあ、ちょっといろんな理由があって毎年ずっと行ってて、コロナになってから行けなくなっちゃったんですけど、南さんにもあの俺がいない時に来てるよねとかって俺を避けてるのかとかって言われていやそうじゃないんだけどって言ったんですけど、あの恐れ山にいる時間ってすごい静かなんですよね。静かですね。あの本当恐ろしいほど静かですね。で、あの、まあ、時間ってここのお寺にいる時になかなか手に入らない時間で、あそこに行った時だけこの静かな時間に浸れるとか、最近ちょっと携帯つながるようになってきましたけど、本当に行き始めた十数年前は本当に携帯入んなかったですからね、電波が、まあ、今もだいぶ弱いですけど、だからそれもいいですよね。そうですね、あのデジタルデトックスじゃないですけど、まあ、完全に、邪魔が入らないと、自分だけの時間に集中できますよね。でパソコンとか持ってくと壊れるっていうから持ってかないしでテレビもないし、あのついてお風呂入っちゃって夕飯までなんかじっと部屋でね、本読んでるとか、空見てるとか、あの散策してるとか、でもそんな時間夕方になるとほとんど人もいないから風がビュー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 吹くだけで、なんて静かでこんなに綺麗なところなんだろうって、聞こえるのは風車の音だけみたいな。そうそう、どうしてあの時間を東京で持てないんだろうってずっと行くために思ってましたけどね。だけどあの頑張って生きることがあのお坊さんとしての僕の使命で、まあ発心ないからこそ頑張っていけないとお坊さんとして生きているか価値っていうか、あの役目果たせないんだって、とにかく頑張ってとにかくいろんなものを求めてあのやっていくんだってずっと思ってたけど、それだけがなんかお坊さんの生き方でもないし、じゃあいつまで、その僕もう還暦なんですけど、あのそんなにいつまでも若くいられないし、体力落ちてくるし、あの目も悪くなってきちゃうから、そんなに集中力続かないし、
どっかでギアチェンジしていかないといけないんだなと思うと、なんかコロナのこのきっかけっていうのは僕にはとってもいいきっかけで、あんまり会えないからこそたまに会うと、まあ、松本さんともそうですけど、うん、あのなんか余計なことなしにいろいろ話ができるっていうのが、はい、他の人とも、うん、本当に必要な会うだけでなんかいいみたいなね、うん、なんかそういうとこもあって、あの僕に会いに来てくれる人がいるっていうことがあのお坊さんとしては一番最高なことなんじゃないかなって思ってるんですよ、うん、だからその人たちがここに来て僕に会って、うん、あの僕に会わなくてもここに来るっていうことだけでもなんか幸せになれるっていうことがこのお寺の役割なのかなって、それが、うん、あの、うん、青森でもない、あの、まあ、比叡山でもない高野山でもないこの新宿っていう街中にあるこのお寺の役割なのかな、うん、遠くに行かなくてもここに行けばちょっとなんかホッとできるっていう、うん、それがこのお寺の役割であり、それをあの住職として、うまくみんなにもう広げていけられたら、うん、それがこのお寺の住職の役割かなっていうふうに今は思ってますね、うん、まあ、その住職としての自分にとっては、まあ、職場でもあり、家でもあり住んでるっていうのはありますけど、でもさすがにそれはこのビルがあって、あの車もたくさん走ってて、うん、っていう中で恐れ山とまではいかないですけど、でもやっぱこのお寺を訪ねてくる方、檀家さんであれ、うん、その巡礼者であれ、うん、にとってはお寺はお寺で、うん、普段なかなか持てない時間、うん、を一人になったり、うん、っていう場所だと思いますよね、うんうん、本堂に図書館をあの作ったというか、あの図書館ができたんですよ、うん、であれもあの、まあ、お寺の本堂のスペースが空いてるからとか、まあ、いろんな理由付けはあるんですけど、一番はあのお寺の本堂独り占めしていいんですよっていうあのことなんですよ、はいはい、まあ、なかなかお寺の本堂で本を読むっていうのは、あの本を読む以前にお寺の本堂に入るってやっぱりちょっと勇気いるじゃないですか、一般の人にとっては、ね、入っていいのかなって思いますよね、うん、そこをあの図書館があるから自由に入れる、うんうんうん、で本読んでますっていう大義名分があるんで、そう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 、一人静かにしています、うん、そうじゃないとだからちょっと変な人って思われちゃったりするかもしれないと思っちゃったりするじゃないですか、うん、だからあの本があるっていうのは大義名分でしかなくて、うんうん、実はあそこで一人で過ごしていいんですよっていうメッセージなんですよね、うん、そうですね、うん、お寺を開くっていうことって、うん、もうちょっと具体的にそのじゃあただこう門を開けときゃいいのかっていうとそうじゃなくて、たくさんの言い訳を作ってあげるっていう、うん、用意してあげるっていうことだと思うんですよね、うんうん、本も一つでしょうし、うん、まあ、お寺カフェなんかも、うん、あカフェだから普通にいますみたいな、うん、みんななんだかんだやっぱあの変な人だと思われたくないとか、うん、なんかお寺でぼーっと過ごしているっていうのをこう職場の同僚に見られたらどうだろうとか、うん、なんかいろいろこちらがお坊さん側が思ってる以上にみんななんか人の目気にしてたりするんで、うんうん、いていいんですよと、まああのご自由にお掃除くださいってほうき置いとくのもそうかもしれないです。ああそうですね、その意味で京治さんはいろいろな言い訳というのか、まあ、仕掛け、うんうん、が散りばめられてますよねもう玉手箱のように、本当ですね、玉手箱感すごいある、うん、うん、まあどのお寺にもありますよね、ポテンシャルありますね、それに気がつかないだけの話で、うん、あのポテンシャルはどこのお寺にもある、うん、ただそこと自分のベクトルが合ってないだけなような気がするんですけどね、うん、うん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 、そうですね、うん、ぜひ
あのこれ聞いている方はいろんな方がいらっしゃると思います。中にはお坊さんも聞いてくださっている方もいらっしゃいますけど、老若男女、相続問わず、ぜひ一度、私も今回あの初めて初参りだったんですけど、はい、東京に来られたら立ち寄っていただきたいなと思います。ぜひお待ちしてます。はい、本当に今週はたっぷりとお話聞かせていただきましてありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました、はい、またいろいろなところで、はいはい、お会いしましょう。はい、よろしくお願いします、はい、ではさようなら。さようなら、ありがとうございました。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。会期解散以来歴代の主戦士、執会慈悲要言道場、知見昇乱、御褒美の寿、無常人人未明の法は、百千万号にも相立て祭ることかたし、我今検問し受事することを得たり、願わくは如来の第一義を下船、至極の大乗を主義すべからず、検問即地皆菩提に近づく、能線は方針、所線は発心、基礎の文字はすなわちこれ王人なり、無量の功徳皆この経に集まれり、このゆえに自在に妙に訓示密に訳す、地無知罪を滅し善を生ず、もしは真もしは法ともに仏道を上善、三世の諸仏人人の妙殿なり、症状せせちぐし頂戴せん。妙法蓮明。
仏来生経生講習無量百千万不再や
な鶴妙法はこれ三で諸仏諸生の境外上行さった両前別府の心情大法なり、こたびも南無妙法蓮華経と唱えたて祭れば、すなわち寺の一年三千召喚成就し成若高度厳然し無差三人の格体現れ我ら行者一切主上と同じく発祥の土に越して自受崩落戦。この法恩を巡らして崩壊に十万し三謀に供養しあまねく主上に施し、大乗一日の境外にいらしめ仏道を根性し、主上を利益せん。南無妙法蓮華経、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 南無妙智蓮大菩薩、宇宙苦労相当宗門代々に法君公の戦士戦鉄等に栄光しもって自恩に報酬す。かねては天上次回御法の前人等に出向しもって崩落にその後仰ぎ願わくは一点司会会奇妙法末法万年光線ルフ天長地球国土安穏航空上寿万民下落。三世目が悪は、東山藩寧伽藍相続加藤公子書縁吉祥法等公用修風専用時段は有料防苦重断法信との面々おのおの師匠三号海巡消防学家家内安伝子孫長久お大心臓長五寺三門ならしめたまえさらにこの苦毒をもっては東山会議解散以来歴代の主戦士当時では、社門それがし出家特度以来四分に預かるところの承認東蔵延明堂維林大学法事将軍法恩社徳三法神徒中先祖代々の首相領都には今日年会期日小月明日大夜に愛をところの首相領新規弱の書類根戦士病没孔子順南の書類総じては崩壊外無良縁の書類懇談名介護陸徳楽妙法教力促進成仏仏家同心追善母大願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道を上善内し崩壊平等利益南無妙法蓮華経
供。衆生無辺誓願道、煩悩無修誓願断、法門無人誓願地、仏道無上誓願上、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。このポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。